はい、未来の日本語教育組の皆さん、こんにちは。このビデオは、プレゼンテーションソフトの3本目のものですね。3本目は授業での練習のための使い方です。はい。このビデオではテンプレート、プレゼンテーション、そしてリトリーバルプラクティス、スライドニュー、アニメーション、これについてお話しします。まずは、このテンプレートですね、開いて、はい、コピーを作成してください。ここですね、はい。これを開くと、こんな風に、新しいウィンドウで、メイカーコピーというのがありますから、このメイカーコピーをクリック。はい、そうするとこのように、新しい、コピーが作成されます。で、ここにはですね、ここ、左側を見ればわかりますが、漢字1読みというのがあります。このプレゼンテーションをちょっと してみますね。はい。最初の表紙はこういうふうになっていますが、2回目からはこんなふうに、まず漢字を見せてから、その読みを見せるという、テンプレートです。はい。で、ここのところに、まずここをクリックしますね。はい。で、漢字1のところに、例えば、日曜日と書いて、下に、ひらがなで日曜日というふうに書きます。漢字2のところも同じように、月曜日と書いて、間違えちゃいました。で、ひらがなで月曜日というふうにしますね。で、これを、プレゼンテーションすると、こんな風に、月曜日という漢字が、すいません。まず最初に戻りますね。ここで最初に戻ることができます。ここで1枚目のところに行って、日曜日という漢字を見せてから、日曜日というひらがなを見せるという使い方ができます。はい。はい。今のがプレゼンテーションのところですね。画面右上のプレゼントをクリックすると、プレゼンテーションをすることができます。終わるときはエクシットもしくはキーボードのエスケープキーを押すと終わることができます。で、ここで注意しなければいけないことが一つあります。こういう練習はフラッシュカード、フラッシュカードと、の使い方ですね。で、漢字を見せた後、その読みというのはすぐに見せてはいけません。で、どうすればいいかというと、学習者がですね、漢字を見た後、その読みを自分で思い出してから、その正しい読みを見せる必要があります。これはリトリーバルプラクティスと、呼ばれていて、何かを思い出すことによって、その、記憶を、強くするという、そういう考え方です。この研究者で有名な人は、このプージャ・アガルワルさんという人で、多分名前と顔からするとインド人だと思います。でも住んでいるのはボストンですね。ここに書いてありますが、アメリカのボストンに住んでいますが、でもこの人はとても有名な研究者です。はい。それでは自分で練習用のスライドを作ってみましょう。スライドニューを、ブラウザのアドレスバーに入れると、新しいプレゼンテーションを作ることができますから、その後アニメーションの追加をしてみてください。はい。ちょっとやってみましょうかね。時間があるから。はい。で、ここに、はい。スライド。ニュー、間違えた。ニューと入れてみます。はい、そうすると新しいものができますから、ですね。まあ、ここに何か表紙を入れますね。漢字。別にもちろん漢字じゃなくてもいいんですけど。はい。で、このタイトル&ボディにして、こちらに日曜日、そしてここに日曜日と入れます。そしてこの下の方に、こちらにアニメーションを追加しますね。はい。右クリック。で、アニメイト。はい。これでいいですね。で、これでもプレゼンテーションをしてみると、このように、漢字の後にひらがなを見せることができます。以上です。失礼します。